ンポン。ジルちゃんウェイ、やったー。違う違う、ウェイ、あ、ウェイ、スライスウェイ、マイソルメイト、イエイ、ふむふむ、ツイユポが仲良さげでーな、微笑ましいわ、あかり先輩、ん。ゆかついだよ。そういう話はしてなかったんだけど、なんかごめん。この世はすべて掛け算できる。神話万象、天地万物、ダッチ行為。どうしたどうした、発作や。どういうこと、葵は1年に1回すべてのものをカップリングしないと言っても立ってもいられない発作を持ってるんや。何にすぎん、何や。カップリングって、この2人お似合いねー。みたいな感じか。2人というより、2つ。無機物ですか。天井と床はめっちゃあり、普通は一生結ばれることはないが、倒壊することでその身を重ね合わせる。しかしそれが絶命を意味するという、この切ない距離感が、たまらんち。思ったよりヤバそうやな。お、今回は元素記号で論じないあたりまたかりやつやな。慣れの熟練度が高すぎる。うん、では私たちでカップリングを作ってあげましょうか。よろしくおなさす、準備万端。では、ゆかつい。ほほほう、ほほほう、いいね、いいね。身は良くなさそうね。ゆかあか。ああ、そのお互い素直になれないやつね。いい、とうとみ、とうとみ、補充オーバードーズ。おい、ゆずきず。イエイ。で、ここは名字で掛け合わせるんや。だってゆかあかだとお姉ちゃんと先生の掛け合わせと言い方が被るから。でもゆかあかってカップリング名をあかり先輩を掛け合わせる意味で使ってる人もいるから、微妙にどっちを表す言葉かわからなくなっている現状が。ということはあかねとあかりだと、あかあかになるなんて。まあせやな。イエイ。何が、あかあかだ。お、なんだなんだ。おい、あね、それじゃどっちが攻めか戦いねえだろうな。めっちゃ切れてめっちゃ切れてる。落ち着き、青いから H2 音や。どういうこと、はい、どういうこと。うぎゃー。お、戻る前兆やな。断末魔の叫びとかではなく、あれ、私は一体、いや、今年もお疲れやったな、葵。うん、そうか、またあれな、お姉ちゃん。ごめんね。まあまあ、いつものことや、うちに任せろや。赤身もお疲れ。はい、絵付け。まあ、絵付け嬉しい。で、てめえ誰が絵付けされるんや、ボケ。いいから食べて、いませんし。にゃ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 。ゆか、赤。おい、君、君。カップリングね。さあみんなはどのカップリングが好きかな？ぜひコメント。プリーズ。おいおい、うへへ。これでまたネタが増えるぜ。こいつ。